3-1。大輔の父は永井徳と言って、ご一身の時戦争に出た経験のあるくらいな老人であるが、今でも至極達者に生きている。役人を辞めてから実業界に入って、何かかにかしているうちに自然と金がたまって、この 14-5 年来は大分の財産家になった。正吾という兄がある。学校を卒業してすぐ父の関係している会社へ出たので、今ではそこで重要な地位を占めるようになった。梅子という夫人に二人の子供ができた。兄は清太郎といって15になる。妹は縫いといって3つ違いである。正吾のほかに姉がまだ一人あるが、これはある外交官に嫁いで、今は夫と共に西洋にいる。正吾とこの姉の間にもう一人、それからこの姉と大輔の間にもまだ一人兄弟があったけれども、それは二人とも早く死んでしまった。母も死んでしまった。大輔の一家はこれだけの人数から出来上がっている。そのうちで外へ出ているものは西洋に行った姉と近頃一個を構えた大輔ばかりだから、本家には大小合わせて5人残るわけになる。大輔は月に一度は必ず本家へ金をもらいに行く。大輔は親の金とも兄の金ともつかぬものを使って生きている。月に一度の他にも退屈になれば出かけていく。そうして子供にからかったり、書生と五目並べをしたり、兄嫁と芝居の表をしたりして帰ってくる。大輔はこの兄嫁を好いている。この兄嫁は天保帳と明治の現代帳を容赦なく継ぎ合わせたような一種の人物である。わざわざフランスにいる妹に注文して、難しい名のつくすこぶる高価な織物を取り寄せて、それを 4,5 人で立って帯に仕立てて着てみたり何かする。後でそれは日本から輸出したものだということが分かって大笑いになった。三越陳列所へ行ってそれを調べてきたものは大輔である。それから西洋の音楽が好きで、よく大輔に誘い出されて聞きに行く。そうかと思うと占いに非常な興味を持っている。石流氏と小島何菓子を大いに崇拝する。大輔も 2-3 度お商売に車で駅舎の元までくっついて行ったことがある。清太郎という子は近頃ベースボールに熱中している。大輔が行って時々球を投げてやることがある。彼は妙な希望を持った子供である。毎年夏の初めに多くの焼き芋屋が俄然として氷水屋に変化するとき、第一番に駆けつけて汗も出ないのにアイスクリームを食う者は清太郎である。アイスクリームがないときには氷水で我慢する。そうして得意になって帰ってくる。近頃ではもし相撲の常設館ができたら一番先へ入ってみたいと言っている。おじさん誰か相撲を知りませんかと大輔に聞いたことがある。縫いという娘は何か言うと、よくてよ知らないわと答える。そうして日に何遍となくリボンを掛け替える。近頃はバイオリンの稽古に行く。帰ってくるとノコギリの目立てのような声を出しておさらいをする。ただし人が見ていると決してやらない。部屋を閉め切ってキーキー言わせるのだから親はかなり上手だと思っている。大輔だけが時々そっと戸を開けるので、よくてよ知らないわと叱られる。
兄は大抵不在がちである。ことに忙しい時になるとうちで食うのは朝飯ぐらいなもので、あとはどうして暮らしているのか二人の子供には全くわからない。同程度において大助にもわからない。これはわからない方が好ましいので、必要のない限りは兄の日々の戸外生活について決して研究しないのである。大助は二人の子供に大変人望がある。兄嫁にもかなりある。兄にはあるんだかないんだかわからない。たまに兄と弟が顔を合わせるとただ浮世話をする。双方とも普通の顔で大いに平気でやっている。陳腐に慣れ抜いた様子である。